いやー、おっくん。初ドライブです。おっくんとこの、チャーをお借りしまして。そうです。今、車でプサンに向かっております。いや、その前の、おっくんちの朝ごはんが美味しかった。ありがとうございます。プサン、車で私初めて行くかもしれないです。あ、そうなんだ。ゆっくり行きましょう。そうね、ちょっと変な感じしますよね、車線も反対だし。そうですね、もう見るものが全て今もう僕はワクワクしてますね。ちょっとここ書いてありますね、5時間4時間54分413キロ。はい。マジ遠いですか。遠いね。遠いですよね。遠いね。ゆっくり旅行の感じでやっていきましょう。では僕のね、体調もちょっとずつ良くなってるんで。そうですね、頑張ります。僕が撮ってます、これ初 YouTuber ということでいいですか。こういう感じなんだね。どう奥逆の立場。楽ですね。楽でしょ。楽だよね、これ大変だよね。いやー、これちょっと苦労が分かります。でもこの移動中は僕が、奥に代わりましてカメラ回していくんでよろしくお願いします。チャンネル作ってくださいよ、 YouTube チャンネル。何しよっか。孤独なグルメ。孤独な赤城。まあ皆さんももしね、レンタカーとかでね移動できたらいいよね、これ絶対ね。でも難しいかな。怖くないですか、反対だし。あ、まあまあそうね、確かに。私も来てすぐ運転するとちょっと偏っちゃうんですよね。あ、寄っちゃう、やっぱり。はい、車線分かんなくなるね、あれっつって。そうですね。さっきもウインカとか。あ、そうだ、それ言わなきゃだった。そうなっちゃうんですよ。そう、エンジンかけてすぐじゃあ行こうって言った時にね、ウインカーとワイパー、うん、間違えたもん。これからじゃあ高速トロ。そうですね、高速トロに乗っていきます。では、来ましたね。来ました。4インヒュゲソ、4インヒュゲソ。サービスエリアってヒュゲソって言うんですよ。ヒュゲソ、はい、4インヒュゲソ寄ります。一発目です、奥君。はい、運転お疲れ様です。いろいろ食べ物売ってるみたいで、ちょっと食べてみましょう。はい、では、はい、行ってまいります。あ、でかいね。気持ちいいね。天気いいですね、なんか。うん。昨日死にそうだったけど。一人ね。一人ね。あれ何、バッティングセンター？バッティングセンター。休んで行ってくださいって言いました。体をちょっと動かしてから。動かしてね。ってことは、やる？いいジョーク。いいジョーク。まあ、またいろいろあるよ。日本にもありましたっけ、こういうの。ないよ、サービスエリアにこんなのないよ。これ何、寒いからないですよ、洋服。まあまあ、それでもあるし、帽子もあるし。なんで帽子がたくさんあんなもん。そのみんなちょっと忘れちゃったとかもあるから。帽子忘れちゃったとか。韓国にはどんな食べ物が売ってるのか。いや、だってサービスエリアでしょ。そうほら、日本でもサービスエリアはやっぱ楽しい。はい、ああ、一番有名なとこ、エビナです。エビナ、そうです。なんだと、ジャガイモ。ジャガイモ、はい。これはもう、明洞で、見たことある。これ、何この間は。餅、お餅。あ、イカも売ってるし、コーン、トッポッキ、おでん、トースト。これはどこの韓国の休憩所行ってもこれは食べます。休憩所行ったらこれを食べないとっていう昔から。なるほどね、絶対なんだ。あっくわあっくわ。そうですか。
程よいね、甘すぎない。そうですね。これいいわ。トンガンジャで上に塩、塩か砂糖かわかんないですけど、何だと思います？え、塩です。そうです。あ、こんな感じ。どうなる？まあ、赤いもん。これもっと熱い時にもっと美味しいんですけど、そんなに熱くないんです。今こっちが熱かったから、うん、あのジャガイモって韓国の料理って丸ごと入れるのが多いですよね。丸ごとのイメージが結構強い。おいしい。これいい。これでいっちゃう。こうやりたかった。これ一緒に食べたら美味しい。そうですか。日本でも食べたことありそうな。ないですか。これもちもち、あの一石二鳥な感じ。あのおかず食べてすぐご飯欲しいときにもうご飯があるみたいな。ここにわかる。お金入ったよときに。おいしい。これもこれもこれも全部優しい味ですよね。食べてみてください。ちゃんぽんって書いてあったんですけど、ラーメンですよ。どうですか。あー辛いんだけど、ソフト、優しいですね。優しいね、全部ね。っていうの見たかったんだけど、なんか言おうとしたら優しい。辛くないですか。優しいよね。ずっと食べると辛いよ。美味しい。でも出汁が出てる、海鮮のね。力出るね。辛いよやっぱり。くるくるくる。見て。何だと思います。餃子。そうです。これちょっとすごい辛いの様子したんですけど、ちょっと私文句言ってきていいですか。そんな人おる。このぐらいの辛さだったらネタにならないぞって。ご飯食べてみます。すごい食べれますね。すごい食べますね。冷麺もう一回食べないと。水なしで、水なし、ハサミなし。そうだよ、男はハサミなんて嫌だ。変わった。今回絶対行くと思う。冷麺、冷麺調べてみます。あ、もう食べ方分かったから。これはあの車持って行って、あの運転しながら食べてもいいし。はい、お子さんがサービスエリアのお土産売り場ってちょっとね、ワクワクする。チッポチッポ、なんかイカみたいな感じなんですけど、噛んで食べるやつ。うまそう。これとソジュ。そうですね。卵あるよね。駅にもあるけど。卵あるよね。いやお腹いっぱいの後にヨーグルト。ウィル。え？ウィル。ウィル。ウィル。コンペ。コンペ。甘いです。ノノムタイだ。ノノムタイだ。じゃあ行きましょうか。はい、ありがとうございました。はい。チャラモコスミンだ。景色いいですね。いや、良すぎるよ。紅葉してます。日本で紅葉見てないですけど、今韓国でドライブしながら紅葉を見てます。やっぱり南の方に行くと、うん、日本に暖かくなりますね。あ、そうだね。全然違うもん、やっぱ体感も。そう。今半分ぐらい来ました。まだ来てないですよ。まだ。3時かな。本当だ。だから急いで行かないと。急いで行かない。休憩してる場合じゃない。何？何？どういうこと？何？どういうこと？